こんにちは、ハムイチャンネルのしのです。あたしです。今日の動画はタイトルとサムネ通り、平日のおやつ5日間をお見せします。そして本日はマックです。イエーイ。学校から帰ってきたらどうしてもポテトが食べたくて、一緒にドライブスルー行ってきました。それではいただきます。じゃあ最初はちょっとしなしなのから。うん、ポテト、タコ、これはやっぱジュースですよ。ファンタグレープを選びました。最高、やっぱポテトに合うわ。なんかどうしても今日ポテトが食べたい気分で、ママにわがままを言って買ってもらいました。塩ケーキが効いててめちゃめちゃ美味しいです。いや、このマックはね、さすがにおやつでもうね、4時半ぐらいで一人で食べるのはちょっと無理なので、ママと一緒に食べてると思います。で、お兄ちゃんたちもポテト半分こしたりして、おやつを今日は特別マックですね。はい、バイバイ。ただいまー、学校から帰ってきました。なんと今日すっごく暑かったので洋服着替えちゃいました。肩出しですっごい涼しいです。本日のおやつはなんと愛犬の私のおやつです。バナナカップケーキみたいです。香りがとってもいいですね。では食べたいと思います。いただきます。どうぞ。最近さ、電子レンジが壊れちゃったじゃん。うんうん。それで初めての手作りお菓子です。おー、まだ買って1週間経ってないんだけど、ちゃんと焼けました。いただきます。どうですか？うん、美味しい。そう、なんかね、完熟しちゃったバナナがあったから、それを潰して入れました。飲み物は普通の水です。うん、では今日の学校はどうでしたか？なんかちょっと嫌なこともあったけど、それは我が家は全部楽しかった。はい、今日ね、嫌なことがすごくあったんだって。でさっきね、お話を聞いたんだけど、これはちょっとなんていうのかな、しのちゃんのこう精神的にも嫌だなって思ったことだったから、他人の先生じゃなかったんだけどね。なのでそれはちょっと連絡帳を通じて先生にちょっとね、お話ししなきゃいけないかなっていう内容のことでした。あとはどうでしたか？運動会の練習とか。うんうん、楽しかった。今日暑いもんね。外でやったんだっけ、ダンス。汗かいた？汗かいた。体操着持ってきました？うんうん、よかった。ということで本日のおやつはバナナのカップケーキでした。はい、はい、では次のおやつも楽しみにしててください。はい、はい、3日目のおやつです。今、小さなチーズドッグをチンしました。それで、あとこの最近シナモロールが好きなので、このスプーンを買うためにこのスープを買ったんですけど、そのスープを飲みたいと思います。いただきます。まずは小さなチーズハットから。美味しそう。いただきます。美味しい。うん、そう、このね、ちっちゃなチーズハットグっていうのは何回ぐらい買ったかな、 3,4 回ぐらい買ったことがあって、なんか少しおやつ食べたい時とかにすごい便利です。ケチャップやマスタードをかけても美味しいって書いてあるんですけど、全部でね、6個入っててチーズが伸びるよってやつなんですけど、まあ熱々の状態だったら伸びるよね。で、すごく美味しいので、結構ね、冷凍庫に入れておいてるようにしてます。美味しいですか？うん、美味しい。すごい濃い組み合わせだね、今日は。熱い。それは熱いよ。だけど気をつけてください。うん、今日の学校どうでしたか？楽しかったです。はい、今日は何をしましたか？今日何もしなかったね。勉強は？普通に勉強だけ？うん。運動会の練習は？明日。明日。今日はしなかったんだ。うん。今日は授業何でしたか？1時間目国語、2時間目社会、3時間目図工、あ、そう、図工でさ、うん、図工切り
使ったの。うん、包丁とかさ、ナイフとかマジで嫌いなの。うん、怖いの。包丁もあれだよね、お子様用だもんね、使ってるのね。ほんと心臓、もうマジもう半分息切れてた、ノコギリ使うとき。使ったのちゃんと。どうだった、切れた？無理。なんかさ、このノコギリってさ、ギコギコするけどさ、途中さ、なんかビヨヨンって曲がんない？わかる？薄いからさ、ビヨヨヨンってなるよね。あれやだよね、結構。それで、5時間目が算数。おお、どんどん難しくなってきてるからね。うん、あれ、いつの間にもう1個食べたんですか？美味しすぎて。ゆっくりお食べください。はい、じゃあ4日目。はい、次は4日目です。ただいま、4日目です。今日はママがおやつを何度作ってくれなかったそうなので。待ってよ。今日はおやつボックスを自分で作りました。はい、じゃあおやつボックスの中身をぜひぜひ紹介してください。はい、じゃあまずはたけのこの里と、うん、あとポテトチップスとポテコ、ポテコ、はい、あとなんか知らないクッキー、知らないクッキー、はい、と、あとヨーグルトです。ヨーグルトです。ではいただきます。はい、今日はお家にあるお菓子を、ママが今日作ってくれなかったからね。ママね、そんなに毎日作るとかしないからさ、もともとぎっくりだから毎日手作りなんだ、ピパニちゃんちって思われても困るから、本当に実際のおやつを紹介しております。でママがおやつをね、作らない日はこうやって自分で好きなお菓子をお皿に入れて、何それ、おやつセットにしてるそうです。最近はヨーグルトがすっごい好き。めぐみに自分で好きな量のお砂糖を入れて、あとこのタケノコとこのヨーグルトの組み合わせ最高なんですよ。こんな感じ、サクサクで美味しいの。では、恒例の毎日の質問いきます。今日の学校はどうでしたか？楽しかったです。今日は何をしましたか？そう、今日の給食ね、うん、シナモン大好きな、なんかほうれん草みたいなやつと、うん、あと白いこんにゃくみたいなやつ、うん、白いこんにゃくみたいなやつと、うん、あとなんか醤油ぶっかけみたいな、うん、野菜があったな。それめっちゃ1年生の頃からずっと好きで、うん、それ重いねっつって食べた。美味しかった、うん、へえ。おかわりしたかったんだけど、私全部食べたことがなくて給食、うん、だからちょっとおかわりはできなかったんだけど美味しかった、はい、では引き続き食べていきたいと思います。結婚指輪いきましょう。やっぱちょっと他の人が好きでした。バイバイ。他の人が好きだったの。ということで、ラスト、平日5日目、どうぞ。こんにちは、5日目です。イエイ。今日のおやつは、この台湾カステラを食べてきたと思います。はい、これはですね、冷凍されてるものなんですけど、これは業務スーパーで少し前に買ってきたおやつです。はい、これね、すごく美味しいので、本当は自然解凍してもいいんだけど、実はこれさっき10分ぐらい前に出したばっかなので、まだちょっと硬くない？ちなみにこちらチンをしてもね、美味しいらしいので、ちょっとレンジでチンしていきたいと思います。はい、レンジでチンは500ワットでちょっと温めるといいそうです。はい、じゃあその間にポテチを食べたいと思います。シノは前寿司味が好きだったんですけど、最近はコンソメ味を食べるようになりました。ま、マジコンソメ最高。最近食べるようになってきたんですよ。じゃじゃーん、こんな感じです。すごいプルプルなの。はい、どうぞ。ありがとうございます。いただきます。ふふふしてる。そう、え、この前食べなかった？食べてない。ママとパパだけで食べてたのかな。どう？うん、ふわふわなの、この台湾カステラ。冷凍で売ってるからさ、ちょっと食べたい時に切ってちょっとチンするだけ。美味しいでしょ？ふわふわしてる。ね、ほんとわざとらしいんだけど。
でね、めちゃくちゃ安いんだよ。お姉ちゃんちょっとこちらに表示しておきますで、しかも味もなんか濃いよね、ちゃんと。で、すごいね、なんかスポンジっていうか生地もすごいね、なんかカスカスじゃない、しっとりしてる。では、いつも通りの学校はどうでしたか？すっごく楽しかったですいつもそれじゃないですか。今日運動会の練習は？した。した？何やった？80メートル走の並び順。あ、もう並び順。なんとね、好きな男の子とね、シノがいて、その後ろ、その後ろの人いいんじゃん。そのシの後ろの人、好きな人だったの。あ、目が合っちゃった。まあ別に、まあ友達ですし、まあそれはちょっと目が合うことじゃないし、まあそんな感じですね。友達なの？あ、まだ彼氏とかではないもんね。好きな人なのね。うん。おー、よかったじゃん。走る姿とか見ちゃうわけ？そうね。待って待って、シノの走る姿見られちゃうんだな。そうだよ、わーやばー。一生懸命走んないと転びたくないな。分かんない、転んだら助けに来てくれるかな。転んじゃおうかなこうやって好きな人を助ける助けてもらうのということで、はい、5日間のおやつ生活を、うん、生活だったのお菓子、あ、違う、おやつ紹介をこれで終わります。はい、皆さんおすすめのおやつぜひ教えてください。そして毎日これ食べてるよっていうのも教えてください。そしてチャンネル登録もよろしくお願いします。インスタ、TikTok、LINE ブームも投稿しているのでぜひぜひ見てください。それでは次回の動画で会いましょう。バイバーイ。いただきます。